公園でびっくりしたんだっけ。あとギアを入れたままエンジン止めたら翌朝ね、あのギアがエンジンかかる前に、ね、ギアニュートラルに入んないからエンジンかかれないよ、かかれないよみたいな焦った。そうよくあったじゃないですか。でそれはまあ解決したじゃないですか。ブレーキだけはね。
らく待ってたら回るからまあいいんですけど、多分ねこれもどっかのタイミングで突如全く回んなくなっちゃうんじゃないかなって思ってて、ね、なのでちょっと怖いんですよ。こういう現象の知りませんか、こういうのがあってここは悪かったとか、そういうのがねもしあったらぜひ教えてください、コメント欄に書いてください。それはリレーだよ、いくらだよどこで買えるよ、片番何番だよなっていうのが分かるとすごく助かります。ぜひちょっとお待ちしております。この3つ、バックモニター とメーターの照明が切れちゃったのと、セルが回らない時があるっていう、この3つが今の超困りごとです。本日の動画は以上になります。これルームミラーの目線ありますよね。ということで、またね、情報お待ちします。皆さんの情報ばっかりです。ぜひぜひ教えてください。